皆さんどうもでやんすー。おいらの名前はボンダでやんすー。今回はパワプロくんポケットの歴史第1弾ということで、おいらが司会をさせていただくでやんすー。よろしくお願いするでやんすー。でも、第1弾なのにいきなりこんな廃校で収録するなんてこの実況者は一体何を考えているでやんすかね。不安たっぷりのスタートでやんすー。おい、お前もしかして亀田か、何やっとるんや。え、亀田、何を言っているでやんすか。おいらの名前はボンダでやんす。あ、そうか。矢部とかいうやつもそっくりやったな。こんなに見た目が同じやつがこの世に何人もいるなんてな。しかし、廃校で収録なんて舐めてるでやんす。しっかりとした舞台を用意してほしいでやんす。いや、今回はあえてこの場所にしてもらったんや。え、なんででやんすか。俺たちの高校の舞台である極亜久志高校の紹介をさせていただきたくてな。同じような舞台を用意してもらったんや。なるほどでやんす。まあとにかく早速やっていこうや。パワプロくんポケットは1999年4月1日にゲームボーイカラーとして発売したゲームやな。キャッチコピーは、行くぜ甲子園目指せ、プロ野球。ここからパワポケの歴史が始まったんや。ということで、パワポケのサクセスとはどのようなモードになっているのかをまずは紹介するで。パワポケのサクセスは実況パワフルプロ野球シリーズとは内容の経路が少し異なっていて、シナリオに関しては、裏社会、恋愛、ブラックネタ、シリーズを通しての伏線などの要素をふんだんに取り入れた独特の世界観を持つという特徴がある。パワポケシリーズのメインである、野球を中心に展開し、全作品通り同じ世界観で繋がっている表サクセス。野球の要素を取り払った自由なシナリオと世界観で展開される裏サクセス。という風になっているんや。ふむふむでやんす。聞いてみる感じ野球ゲームという感じがあんまりしないでやんすね。まあ、野球要素はおまけみたいな感じがこのシリーズはあるからな。それでは、表サクセスについて具体的に説明させていただくで。表サクセスは、パワポケシリーズのメインとされている。パワプロシリーズでは、シナリオの世界観は毎回リセットされているが、パワポケシリーズでは、パワポケ1-14に至るまでの全ての表サクセスと、パワポケ6の幸せ島編、パワポケダッシュの表サクセス、パワポケ9のミニサクセス小森寺編、実況パワフルプロ野球後のシナリオが同じ世界観で繋がっているという大きな特徴があり、各作品間での繋がりが強い。パワプロシリーズをはじめとする一般的な野球育成シミュレーションとはかなり経路が異なり、基本的には野球が主題だが、裏社会、恋愛、ブラックネタ、シリーズを通しての伏線などの野球以外の要素をふんだんに取り入れた独特の世界観を持つという特徴がある。また、マルチエンディング方式であるなど、アドベンチャーゲームの性質が強い。選手育成成功の可否以外にも、進め方によって展開やエンディングなどが大きく変わり、グッドエンドで大団円になったり、バッドエンドで悲惨なトラウマ展開になったりと、触れ幅の大きなシナリオであるんや。その中で続編につながる正しいストーリーの進み方があり、これを、静止、というんや。つまり、このルートを進めれば続きがわかるということでやんすね。まあそうなんやけど、パワポケは他のルートも魅力的なんや。ヒロインの死、トラウマになるようなイラスト、この先はどうなるんだという絶望、続きがあっても救われないルート。ここら辺もパワポケを話す上では欠かせないルートになっているんや。ほとんどくらいじゃないでやんすか。まあ、パワポケってのはそういうゲームなんや。恐ろしいでやんす。次に裏サクセスについて説明させていただくで。裏サクセスのシナリオは、表サクセス世界とは平行世界の話として展開され、ファンタジー世界、宇宙世界、大正時代など、様々な世界が舞台となる。シナリオによってシステムはまちまちだが、主人公が冒険を進める傍ら、余った資金やアイテムで野球人形を組み立てる、という設定が多く、野球の試合をプレイすることはほとんどない。いわゆる、スター、システム、の形をとっており、キャラクターの世代の枠を超えての共演があることも特徴である。つまりは何でもありのシナリオってことになるな。このサクセスでは野球は全くしないでやんすか？するシナリオもあるっちゃあるんやが、野球ゲームとは思わんことやな。RPG や殺人、カードゲームなど、ここでは語りきれないくらい自由な内容になっているのが特徴やな。野球ゲームだと思って買った人はかわいそうでやんすよ。まあまあ、最初の方は微妙だが、後々のシリーズでは動きは良くなっているから安心してや。それでは早速パワポケ1のシナリオについて紹介させていただくで。
本作のサクセスモードは、パワプロ5のサクセスの主人公が野球部に入部した1年後の話。パワプロ5のサクセスでは一つの対戦高校だった極悪高校を舞台にした極悪高校編となっている。正式な学校名は極東アジア高級平和高校である。パワプロ5の世界とリンクしており、パワプロ5に登場したキャラクターも何人か登場する。また、パワプロ5で進むが事故にあったイベントの裏側を知ることができるんや。後のシリーズとは投手の育成方法がやや異なる。パワポケに以降では、練習をしていた筋力、技術、変化球ポイントを好きなように割り振るが、今作では投手用の経験点は全て隠しパラメータ扱いになっており、練習後に内部で設定されている必要ポイントを満たしていれば自動的に球速や変化球レベルが変動するようになっている。コントロールとスタミナは直接数字が変動する。この投手育成方法はパワプロ5に準じているな。今作に限らずパワポケシリーズの練習には回数ボーナスが存在しており、同じ練習を一定の回数だけこなせば、経験点にボーナスが加わったり、特殊能力を習得したりすることができる。今作では12回でボーナスが出るので、練習の影響は大きいな。そして、今作には独自のシステムとして、血の気システム、と、妨害コマンド、の3つがある。血の気システムは怪我をしたり悪いイベントなどをすると増え、練習したり良いイベントや妨害コマンドの実行などでは減少する。一定の血の気が溜まってしまうと怪我率が10以上上昇して練習と妨害以外のコマンドが選べなくなって怪我した時の入院期間が1週間増加してしまうが、もらえるポイントが3割以上増加するというメリットがある。怪我のリスクを回避したい場合は妨害コマンドを実行すれば怪我を回避できる。妨害コマンドでは一定の回数はイベントだけで効果はないが、一定の回数を終えると効果が出始めて地区大会で、対戦する高校のコンピュータレベルと調子が低下して、実行すればするほど低下しやすくなる。実行したことで他のイベントに影響することがあるんや。初のパワポケでこのコマンドはどうなっているでやんすか。全くスタンダードじゃないでやんす。まあ、この高校の設定上昇がなかったんやけど、パワポケはパワプロよりもシナリオ面を大切にしているからな。違う世界観もあってこれはこれでいい考えだと思うで。それではあらすじを紹介していくで。世間でもあまり評判が芳しくない極悪高校に転校してきた主人公。これまでも野球をやっていた主人公は野球部へ入部するが、当の野球部は校内ですこぶる評判が悪く、荒れ果てていた。主人公は部を立て直して甲子園出場、プロ野球へ進もうと心に誓った。しかしそんな彼にいくつもの試練が訪れる。それじゃあ早速シナリオについて解説させていただくで。という前に、用語とキャラクター紹介の説明をさせていただくで。なんだか難しそうでやんす。でも、疲れたから俺は帰るぜ。さいなら。いきなりいなくなっても困るでやんす。今日の収録の給料でガンダーロボのフィギュアを買おうと思ってたのに、収録が止まったら給料もおじゃんでやんす。あ、こんにちは。パワポケ1の収録ってここでよかったのかな？女子でやんす。あなたは司会のボンダさんでしたよね。下道から話を聞いていますよ。君は誰でやんすか？私の名前は振動アスカ。極悪高校の生徒で主人公の幼馴染です。ここからは私がゲストを担当させていただきます。女の子と一緒なんて緊張するでやんす。それではパワポケの用語で今後重要になってくる用語を一つ紹介させていただきます。それはプロペラ弾。正式名称は、プロフェッショナル、ロイヤーズペイメント、レプリゼンタティ。日本語で言うとプロ選手の雇用問題法務協会。正式な略称は、PROPELA であり、飛行機のプロペラとかけている。表向きは世界最大規模のプロモーターとして活動しており、有望な選手と契約してプロスポーツ界に送り込むことを繰り返すことで、将来的にそのスポーツをプロペラ団の手で支配することが真の目的。選手の年俸が高くなりすぎたため、プロペラ団と契約した選手しかプロに行けない仕組みを作り上げることで年俸を減らせることを望む企業も多く、彼らの成功を望む者も多い。作中では大東亜学園と西欧学園がプロペラ団参加の高校として登場し、どちらも多額の費用をかけられ選手たちを育成している。また、西欧学園では選手たちの肉体を改造する人体実験を行っていた。蒸気のような人体実験以外にもプロペラ団に反抗した選手を暴力で潰したり、各地に工作員を送り込み、
その高校の運動部が大会で勝ち進むことを妨害しようとしたりするなど、数々の非合法活動を行っている。プロペラ団は今後のシリーズでも登場していますので、ぜひ覚えていただけたらと思います。ということで、登場人物を何名か説明させていただきます。まずは、極悪高校の選手。主人公。極悪久志高校にやってきた転校生。母親はすでに他界しており、父親と二人暮らしをしている。甲子園に出場することとプロ入りすることが目標。弟が生まれて狂わずであったが死産してしまったという過去を持つ。なんだかいきなり思い出やんす。次に亀田光男。主人公の親友。主人公に頼み込まれ最初に野球部に入部した。特撮好き。ポジションは捕手。右投げ右打ち。条件を満たすと甲子園決勝直前にともみを助けるために一人救出へと向かうものの、爆破事故で死亡する。しかし、里見の手でサイボーグへと復活し、プロペラ団の一員となる。亀田くんはこの後のシリーズでも重要な人物になってきますので、覚えていただけたらと思っています。なんだかオイラにそっくりでやんすね。次に外道教授。主人公の一年先輩。一度は野球部を辞めてしまうが主人公の頑張りに心を打たれ、再び入部する。ポジションは一塁手。右投げ右打ち。パワプロ後、手配カリッスムを交通事故に合わせるなどの妨害工作をしたことで、プレイヤーからかなり嫌われていたが、本作では善良だったことが判明する。卒業後はたこ焼き屋をはじめ、極悪久志高校にも頻繁に顔を出す。次に平山のりゆき。亀田の親友。家は酒屋で酒飲みの父とひろみという妹がいる。ポジションは投手、主人公が野手の場合、もしくは二塁手、主人公が投手の場合。右投げ右打ち。定期イベントで亀田が連れてきて仲間になるが、それ以前にゲームセンターでスカウトして仲間にすることもでき、ゲームセンター経由の方が能力は高い。石田ゆきのことが好きで、里見に協力してもらったり勇気を出して告白するなど果敢にアタックしたが、静止ではゆきは佐藤と付き合い結局報われることはなかった。これらの人物は後ほど登場します。次に水原ゆうき。皮肉屋の優等生キャラ。親への反発から評判の悪い極悪高校を選んだ経緯を持つ。音楽室に行き、ピアノ演奏のミニゲーム、ドレミファポン、ビートマニア、風の音楽ゲーム、をクリアすると野球部に入部する。野球に対する情熱は他の部員たちにも負けていない。ポジションは遊撃手。右投げ両打ち。ピアノと野球が結びつくというのが全く予想できないでやんす。次に村上開始。元空手部。空手のミニゲーム、あっち向いてバキ。画面に出た方向と逆の方向キーを押す。をクリアすると野球部へ入部する。素手でコンクリートを砕ける。父親がフィクサーをしている。夜道さとみが彼女の時、命を救うためには彼の存在が不可欠である。一時やる気をなくした平山や佐藤を叱ったり激励するなどかなりの熱血感。ポジションは三塁手。右投げ右打ち。次にボブ、サムソン。元サッカー部で将来を有望視された GK だった。ミニゲーム、テケテケサッカー、サッカー部員をかわしてゴールを決める。をクリアすると野球部に入部する。一見外国人に見える風貌で、外国人風の喋り方をしているが、実は両親ともに純血の日本人である本人はイベントで事実を知らされるまでブラジル人だと思い込んでおり、事実を知ってからも喋り方は変えていない。後にメジャーリーガーとなった。なお、主人公は彼が左利きだということを知らず、初めは三塁手として勧誘していた。ポジションは二塁手。次に三鷹浩一。元テニス部。手品のミニゲームをクリアすると野球部に入部する。親が金持ちで高飛車な性格であるため、女子にはモテるが、男子からは嫌われている典型的なプレイボーイキャラ。ポジションは投手。左投げ左打ち。村上ルート以外で里見を助けるには彼と水原の存在が必要となる。次に武田剛。元陸上部。ストップボッチのミニゲーム、カチッと止めてグー、をクリアすると野球部に入部する。曲がったことが大嫌い。アイドル好きな一面もある。神社で石段駆け上がりダッシュ戦本や、屈伸300回が準備運動といったハードすぎる練習をしている。ポジションは投手。右投げ右打ち。次に荒井美兄弟。元バスケ部であったが、主人公が未食パンを奢ったことで野球部へ入部する。名前は金尾、金尾。金次、金次。春尾、春尾。容姿は全く同じだが、もみあげの形状で見分けられ、もみあげが四角いのが金尾、もみあげが跳ね上がっているのが銀次、もみあげがなく髪を伸ばしたのが春尾。むん。
だな、が口癖。この兄弟はなんだか見た時があるでやんすね。次に佐藤優太。主人公に説得されて野球部に入った。母親が未だに子離れできていないところがある。格闘ゲームが得意。ポジションは二塁手。右投げ右打ち。次に鈴木康彦。トレーディングカードを収集しているマニア。甲子園球場の近所に住む女の子と文通しており、甲子園に行けば女の子にも会えるかもしれない。という主人公の口車に乗せられ野球部へ入部する。甲子園優勝後にカードショップを開店し、彼女との関係は良好なまま続いているらしい。ポジションは遊撃手。右投げ右打ち。ここは司会者の方に似ていますねって台本に書いてあるわ。うるさいでやんす。次に田中和夫。6人兄弟の長男で家は貧乏である。甲子園に行ってプロ入りすれば契約金がたくさんもらえると主人公に言われ、野球部へ入部する。後にハンバーガー店に就職。ポジションは三塁手。右投げ右打ち。次に先輩。極悪久志高校野球部の先輩。普段からろくに練習もせず、試合の際には相手高校に下剤入り弁当を仕掛けるといった妨害工作をするなど、極悪久志高校の伝統に忠実な作戦を行っていた。妨害工作に失敗した外堂を閉めようと廃ビルに連れ込むが、そのビルが崩れてしまい全治半年の重傷を負い、そのまま病院送りになる。退院後は教頭先生に加担して野球部の妨害をすることがある。ここまでが野球部の登場人物ですね。野球部だけでも多いのに、台本を見る限りまだまだいそうでやんすね。そうですね。でも、パワポケは野球部員以外も重要になってきますので、自高校の選手以外も説明させていただきます。まずは沢井陽子先生。主人公のクラスの担任教師。野球に関しての知識はほとんどないが、主人公の頑張る姿を見て野球部の顧問となる。最後まで野球のルールはあまり覚えられなかったようだが、センスはある様子。部を乗っ取った教頭先生の方針に異議を唱えたために高校を去ることになり、甲子園優勝に導いた手腕を買われた校へ転勤する。こんな高校のせいで先生が去ってしまうのは本当にかわいそうだし辛かったですね。なんだか悲しいでやんす。次にアルベルト、アンジョー、アズナブル。謎の外国人。英語の教師、野球のコーチとして登場。自称元大リーガーでオリンピックのアスリート。たびたびその実力を見せつけようとするものの、そのたびに怪我や事故に見舞われるため、基本的に本編内で戦力としてカウントされることはない。その他に教頭先生と校長先生がいます。その二人は雑でやんす。それでは彼女候補について説明させていただきます。パワポケは彼女候補が非常に印象が強く、エンディングがとても有名なので、しっかりと紹介させていただきます。どう印象的なのかが非常に気になるでやんす。まずは神道アスカ。主人公の幼馴染。主人公と同じクラス。小さい頃から心臓が弱く、それゆえあまり活動的ではないが、性格自体は活発。タコが好きなようで、彼女の作る弁当やケーキには必ずタコが入っている。また、主人公と同じくヘイメタが好きな様子。彼女にすると甲子園決勝前に帰得となり、選択肢と勝敗と世間評価によっては死んでしまうこともある。死んでしまうんでやんすか？はい。パワポケの彼女候補なら死ぬ覚悟も必要になってきますよ。パワポケに出ている異常死はつきものですからね。次に石田ゆき。もう次に行くでやんすか？死が軽いでやんす。主人公の後輩で陸上部のマネージャーになろうとしたが、間違いで野球部の部室に来た際に亀田に、陸上部の部員は怖い人が多いからやめた方がいい、と騙され。あっさり野球部のマネージャーになる。実際はどの部のマネージャーでもよかったために亀田にそのことを話したら亀田はずっこけた。平山から好意を抱かれていたが、相手にすることはなかった。次に佐世美奈子。高校の近所のコンビニで働く年上の女の子。フラワーアレンジメントの勉強のためにイギリスに留学するという目標がある。彼女にした場合、甲子園決勝前に飛行機に乗るイベントがあり、この場合においてもアスカ同様、悲惨なバッドエンドになるケースがある。コンビニ店長竹村光一郎とは赤の他人。次にドクタマリコ。当時ブームだったガングロの女子高生でコラル。終わりでやんすか？はい。やけに少ない紹介でやんすね。次に読みちともみ。プロペラ弾工作員96号。潜入調査で極悪高校へ入学する。妨害工作を野球部に進めるのが主な役割。3年目の大東亜学園との試合後。プロペラ団から裏切り者として幽閉されてしまうものの、
後に日本支部長を爆殺しその座を奪い取る。主人公の死後も思いを引きずっていたらしく、何度か主人公の墓参りに訪れている。ハッピーエンドが嫌い。いやいや、彼女候補って無理があるでやんす。というか、紹介だけで情報が多すぎるでやんす。次に新井のりか。外れ彼女候補。新井美兄弟の際の離れた姉。とんでもない悪病神で主人公に彼女がいない場合は確率で無理やり彼女にされてしまう。好感度が非常に上がりやすいものの、主人公に対してはマイナスの影響ばかりしか与えない。静止では主人公と結婚する非常に鬱陶しい存在だが、1、2、手派彼女にすると野球超人伝が入手可能。以上が彼女候補ですね。次にライバルキャラについて説明させていただきます。まずはイカリス・スム。右投げ左打ち。主人公と同学年で仲も良かったが、外道の独断による妨害工作が原因で交通事故に遭い、プロペラ弾によって野球マスクヘと改造される。次に鋼剛。大東亜学園出身の投手。右投げ左打ち。正々堂々とした性格で、里見の罠で主人公たちが毒入り弁当を食べ体調を崩した際には試合を延期しようとし、甲子園決勝ではプロペラ弾のことも関係なしに試合を観戦していた。次に野球マスク。甲子園決勝で戦う清志向学園のキャプテン。正体は改造手術によってパワーアップしたイカリスム。他にも矢部くんや怒り守る、トイなどのキャラクターが存在しています。パワプロ5で登場したキャラクターでやんすね。次にプロペラ団のキャラについて説明させていただきます。まずはプロペラ団日本支部長。日本のプロペラ団のボス。左目に片眼鏡をかけプロペラ団の帽子に首に赤マフラーにマントをまとい全身黒装束の服装を着用。プロペラ団の黎明期から、組織の繁栄ために尽力してきた男。自分が若い頃は、戦争で好きなスポーツができなかったことから今の若者へ歪んだ思いを抱いている。静止では里見に爆殺される。次に小林康夫。プロペラ団のスカウト。里見の部下。主人公の素質にいち早く目をつけるが、プロペラ団支部長の方針により極悪高校野球部を潰すことになったためにスカウトを断念せざるを得なくなる。次にプロペラ団工作員。頭にプロペラをつけ、全身タイツに身を包んでプロペラ団のために活動する人たち。基本的にボランティアで、普段は各々普通の仕事をしているらしい。以上でキャラクターの説明を終了させていただきます。一応他にも巡査の森田健一という方と、村上銀一郎という村上くんのお父さんもいるけど、今回は省かせていただきます。登場人物だけで相当尺を食ったでやんすね。すいません。病院で診察してもらわないといけないので今日は帰りますね。お疲れ様でやんす。ゲストがいなくなったでやんすね。ちょっと外に出てコンビニでも行ってくるでやんす。ふう、着いたでやんす。これと、これとこれとこれと。コンビニは便利でやんすね。いらっしゃいませー。な、なんだか可愛い店員さんでやんす。ということで、バラボケ1の静止とストーリーについて解説させていただきます。ここコンビニでやんすよね。もしかしてゲストの方でやんすか？もちろん、自己紹介がまだだったらね、店員の佐世美奈子です。よろしくお願いいたします。そういえばさっきのキャラ紹介で働いている人がいるって言ってたでやんすね。まあ、とりあえずよろしくお願いするでやんす。まずは、ストーリー解説をさせていただくね。第1章から第2章まであり、それぞれの章をクリアすることで、第3章でようやくクリアになるわ。もちろんそれぞれの章をクリアしないとすぐにゲームオーバーになってしまうわ。クリア条件が多いって感じでやんすね。まずは第1章、黎明編。野球部を再建せよ1年目の3月までに部員を9人以上集まればクリア。ただし、9人以上であっても野手が最低8人と投手が最低1人いないとクリアにはならない。イベントが進むと平山、主人公が野手の場合は投手、主人公が投手の場合は二塁手として登場。と新井さん兄弟が自動的に入部するので、実質は野手を3人集めればクリアにはなる。第1章は基本的に部員集めをすることになっているわ。次に第2章、飛翔編。勝利せよ2年目の3月までに地区予選に勝利すればクリア。春に2回行われる練習試合で勝ってもクリアという扱いにはならず、夏の地区大会は自動的に敗退するため、
クリア条件が秋の地区大会1回戦に勝つか地区大会1回戦に負けた場合3月に行われる特別試合に勝つことである。なお秋の地区大会で優勝しても春の甲子園大会には出場できない。イベントによって強制的に出場辞退、強行から公式戦に1勝しないと野球部を廃部にすると言われるが、野球部分の実力も必要になるので試合にはしっかりと活用にしましょう。そして7月1週に怒り進むが交通事故に遭い、ゴミプロペラランによって野球マスクに改造されてしまう。7月2週末の地方大会1回戦の暁高校との対戦で強行の騙しと嫌がらせによって1回戦で敗退してしまう。8月4週にデロウが野球部を引退する。10月1週に秋の地方大会に勝利して野球部存続に成功したものの、春の甲子園、選抜、を辞退という風になっていますね。ここで、進むくんが事故に遭うんでやんすね。ここもパワプロ後に繋がってくるでやんすね。次に第3章、疾風の後編、目指せ甲子園。クリア条件が世間評価を120-255以上、GBA 版パラポケ1、2では50-100以上、の状態で育成終了。地区大会で敗退しても世間評価が高ければクリアできる。逆に世間評価を足りずに甲子園に出場したり優勝してもクリアにはならない。意識的に世間評価を下げるように行動しなければ、甲子園に出場すればほぼクリアできるだけの世間評価になる。4月1週にデロウが卒業後にたこ焼き屋になる。与日里美がプロペララン日本支部長を落札し、その地位につく。8月3週に野球マスクと対戦するという風になっていますね。ここら辺からプロペラ団が直接ではないでやんすが、関わってくるって感じでやんすね。そうですね。野球マスクもこの時初めて戦うことになりますね。ということで、選手ルートについて早速解説させていただきます。前のゲストが話したと思うけど、選手ルートとは次のパラボケに続く正しいルート、という扱いになっています。今までの第2章までは選手ルートになり、試合に負けるなどいろいろな要素で違うルートで終了します。静止ルートでは西洋学園に勝利し、主人公がプロ野球選手となり、その後新井紀香と結婚するというのが静止ルートです。新井ってあの新井でやんすか？これが静止ルートなんて主人公どんまいでやんす。他にもいろいろなエンディングがあるんだけど、やっぱりみんなの印象に残っているものは、彼女候補が死んでしまうエンド。深く紹介しませんが、神童アスカと私、佐世美奈子が、死んでしまうエンドがあります。もちろん条件次第では彼女と幸せなルートを辿ることもできるわ。というところで、パラボケ1の説明を終了させていただきます。まだまだ話したいことがあるんだけど、動画の尺が長すぎて編集が困ってしまうとあるので、今回はこの辺で終了させていただこうかなと思います。サクセスが一つだけなのに、この量。この先どうなるんでやんすかね。それでは、ありがとうございました。ただいまでやんす。まさかコンビニで収録するなんて思ってなかったでやんす。さて、収録も終わったし休憩するでやん。電話でやんすか。はい、もしもし。はいはい、でやんす。今日先発でやんすか。はいはい、わかったでやんす。すぐ戻るでやんす。まさか今日先発なんて聞いてないでやんす。次回はパワポケ2の解説でやんす。皆さんお楽しみに。それでは。ここが新しいアジトね。悪くないわ。団長は死んだし、ここからは私が指揮を取らせてもらうわ。亀田。あなたの犠牲は無駄にはしない。人を殺してでも私にはやるべきことがある。天国のあの人はこんな私を見てどう思うだろう。でも、ここまで来たらもう止まるわけにはいかない。すべてのスポーツを、我らに。